お疲れちゃんさんです。マゲサク24日目やっていきたいと思います。さあ、というわけで、マゲサクね、5630から引き続きやっていくんですけども、まあ、デッキはね、もう見慣れたと思います。こちらですね。で、ショップとかね、はい、適当に触りながらのサスケ回収と。で、現在ね、ワイルドカードとか、もうトークンとか、使えるだけ使ってるんで、もうこれ以上はね、イニレベも多分当分上げれなさそうですね。はい、セリが来れば話が変わるんですけども。さあ、ということで、まあ、宝箱も開けながらね、いやー、やっていきたいと思います。マジでね、負けずに、今現在56なので、まあ、6000目指したいですね。はい、まあ、こんな感じでね、マッチングも最近ちょっと74じゃねえわ。レベル14ですね。はい、ちょっともう頭回ってないんですけど、マジで集中してやっていきます。さあ来た。神相性とかないんでね。で、前回からタワーレベルを10にしたので、ちょっとね、対戦相手でタワーレベル11だったりとか、全体的にイニレベが上がりましたね。まあ、僕も上がってはいるんですけど、うわー、えぐい。これしかも今ボス敵がないサイクルやばいな。うわー、待って、これやばい。これ真ん中に釣って反対側のバルキリーもこっち来てほしいな。これ来るだろ。いやギリ、これいや、間に合う。危ねえ。危ねえ。で、これ、コウモリはつけたいんですけど、一旦、いや、これやばいか。ちょっと待って。痛すぎる。いや、デスクがめっちゃ痛い。なんで？なんで？いや、もう、ラッキー。こういうことがね、ちょいちょいあります。さあ、今回のね、プリンス・バルキリー・メガナイトっていう、まあ、陸ゴリゴリですかね。さあ、で、今シーズン、あとね、期間が短くな、期間がね、そう、結構もう迫ってて、シーズン終了しそうなんですよ、もうすぐ。そうなんで、ちょっとね、もうできるだけ上に行きたいというか、あと6日くらいかな。なんなら、シーズン終盤まで、最終日まで、負けずにね、行きたいですね。トロリセの恩恵を受けたいですね。そうすると、カードとか報酬もらえて、結構ユニレベもね、さらに上げれると思うんで、一回生き残りたいですね。あと6日ぐらい。6日後ってなると、言ったらもう6000何百とかいってると思うんで、そこまでね、残れたらさすがに強すぎる。本当だってここまで来れると思ってなかったんでね。まあユニレベがちょっとね、こう、やっぱ上げやすくなって、ね、全体的に高いんですよ。前回多分ね、僕多分本当に12、11、10レベとかだったんですよね。その時って14レベル解放されてなかったかな。そう、まあなんですけど、関数とか絶対組めなかったんで、まあそう考えると、その時とかよりは、まあ、ユニレベルがやっぱ高いっていうのもあるんですけど、まあそれにしてもね、頑張れている方だと思う。OK。さあ、インド無双の、まあ今回は勝ったかな。で、なんかこういう相手みたいな、結構こう、関数と系、まあなんか慣れてきましたね。そう、エリババ14とか、まあバルキリー14であったり。まあ結構痛いっすけどね。最初のあのバルキリーとか、ミリ残りで言ったら700ぐらいか。削られてるけど。まああとも時間稼げばいいんで。なんかね、なんだろう。負けたら終わりで、相手がカウンスト出てきて焦るところなんですけど、なんかね、逆にこの14体にちょっとずつ慣れを最近感じてます。そう、慣れてきてるんで、あれって、もしかしてっていう。もしかしてっていう。ね。いや、爆発できる可能性がある。さあ、グッドゲームということで、まあコメントでもあったから、多分200連勝ぐらい。もう200連勝してるのかな。1回が30だとして、まあ100回で3000なので、まあ単純計算あれか、200回、6000いけば200連勝ってことなんで、ちょ、6000いきましょう。さあ、タワーレベル11。いや、12はね、当たんないんですね。集中。急に来るんでね。で、ホグと枯渇が多いっていうのはね、コメント欄ですごい見ました。そうなんで、ホグはね、なんか、一発でかすぎるんで、ホグちょっと怖いなと思いながら、試合してます。さあ。いやー、タルはね、ワンチャンだけども、メガナイト、めっちゃいいタイミングのエリキ。さあ、タルババ13。ウッド使ったんで、まあさすがに飛ばすよね。そうですね。墓石のレベル上げたいね。墓石だけなんか謎に10なんですよね。で、これエレキ咲いたタイミングなんで、インドで。いや、これなんかちょっとなんか微妙か？待って待って。やばい。ちょっと待って。なんか微妙かもしれないけど。
セーフ。これエレキ回ってなかったら激アツ。落ちちまえ、落ちちまえ、落ちちまえ。うい、熱い。あー、ガチ熱いで。イントラがね、今僕、レベル12だったかな。12で、あとね、9枚ぐらいでカウンサーなんですけど、5枚はね、ワイルドカードがあるんですよ。そう、だから、まあ、実質あって4枚ぐらい入れば、もう13になって、もしかしたら、もしかしたらですよ、本当に生き残れれば、ほぼ全部カンストで、単純に、どこまでいけるのかっていう、なんだろうな、まあ、負け策って、まあ、一旦負けたら終わりなんで、負けなければ無限続くわけですよ。けど、やっぱこう、クララにはレベル差っていうものがあって、あの、課金もね、ある程度こう、フリーで、っていうか、セールだけとかにこう、結構絞ってるので、やっぱ、格上体制になると、やっぱ、いつかは負けるっていうのが、こう、まあ、あると思うんですけど、格上に対して。なんかね、思った以上にレベル上がっちゃったんで、単純にこう、対格上ではないかもしれないけど、一体何連勝できるのかっていうね、ちょっとこう、今まではね、格上に対しての、ね、そこに対して頑張っていくみたいなのあったかもしれないんですけど、今回はもう普通に同レベル、同レベルぐらいだけど、単純にじゃあ無敗でどこまでいけるのかっていう、そっち寄りにね、なってきてる気がしますね。うん。まあ、どこまでいけんだろうね、これで。よいしょ。まあ、相性とかもやっぱあると思うんですけども、行きたいね、できるだけ。よいしょーい、かかってこいやーって感じでさ、なんか、余裕になってきた。最近なんかね、まあそんなこと言ってるとね、まあ上のやつらがね、なんか14レベルぐらいちょっとね、14レベル ?10 レベルって言うんだろう、なんて言うんだろう、全部感想とか来ると、さ、怖いですけど、まあ今んとこね、今日はなんかすげえなんか余裕がありますね、ここに来て。うん。まあけど、セールも当分多分ないと思うんで、よいしょ。ユニレバーも多分当分このままかな。さあ、ここ勝てば5700で、タルル11、なんでこれなんかね、12とか13とか多分俺のユニレベなのかな、わ、わかんねえな。もっと上をよこせ、俺に。さあ、近畿道。あー、でもなんか、ユニレベぬるいっすね。まあ、ぬるいとか言ってちょっと、やっすけど。ガゴ群れ系のね、うわ、ちょっとね、やっすね。タワー10なんでね。さあ、タル咲いたんで、さすがに5を。5で解けないゴブバレは、さすがに大丈夫でしょ。レベル16、17ぐらい。めっちゃ格上来たらだけど、これぐらいだったら。ワンチャンザップ?ちょっと誘いながらね。にゃー、一発入ったらダメやないかい。台無し。いやー、で、バレルかコウモリ。いやー、これちょっと危ないかなー。これ。いやー、一回ちょっと気ぃつけなきゃあかん時が来たっすね。インドはね、出したいんですけど、エレキいた時にやっぱ困るっすよね。定位置。やって、ラグ、なんで?やばいやばい、本当に怖い。本当に怖い。ガチガチ、うわぁ、テスラ14も渋。さあ、集中。まあ、ホグ、ペッカーですね。めんどくさいのはやっぱ。ペッカーがね、これでもゴブリンバレル多分ずらすとね、ウッド結構外してくれるんですよね。1体残り1体。うわ、えぐ?視力良すぎやろ。どんな目してんねん。マジで。今の見れる。え、回ってないのか。ただそれだけ?俺の手札把握の問題かな。で、これワンチャンインドラぶっ刺さり事件もあるっすね。今んとこエレキの顔がないので、顔してないんでね、エレキの顔。これエレキ出てきたらやばい。いや、これはウッド持ってるやん。絶対空振れよ。いやー、もうちょっと空振ってほしいな。いやー、でも今回、さ、気づきました。インドラがね、レビチになれる。いやー、ロケはちょっとやだな、ファイブッチョ。いや、おっきいね。うん。いや、あとザップ系もないのは救いで、ここが、ウッドがないんですよね。だから定位置に飛ばして、ファイブまで一緒に切ると、熱いんですけど、さあ、メガネトは踏める準備だけして、最悪踏まなくてもいいっていう。
いやまあさすがにこれ踏むか。よいしょ。いや確実にね許容をウッド使った。あーオッケーオッケー、でかいでかいでかい。さすがにこれ結構入るんじゃね。ガゴー、まあでも相手もなんか普通にうまいっすね。コムリ許容で逆再攻めをしてくるらしいので、あーいや待って、普通になんかうまいな。インドで即溶かしのバレル手前か。やばい、これウィザーで焼かれるなんてことはないやな。インドくれ、あー惜しい、ガチで惜しい。いやさすがにこれ踏む。やばずれてる、やばガチ、おい、あれ負けねえな気づきました。多分負けないっすねこれで。ペックが出す瞬間だとコストがなくてみたいな。あい、熱い、順調すぎん。なんか怖くなってくるね。うわっ、ロイヤルワールドのガチ急に本当に、え、バカでかいんですけど、マジセールとかが本当にもうないんで、なんもないんですよ。パスとかも全部受け取ってるんで。いや、しかも俺あれ、ああ宝箱の時に使いすぎたわ、もったいない。まあさすがにこれ熱いっすね。さあ5700到達。いやいけんな、なんか負ける気がせんすわ。タワルベ11、まあ、バルーンかな、やっぱ一番嫌なのが。あとはテンプレですね、普通に枯渇、ホグ、クロスあたりのテンプレで危機が来ると、男のメガナイト出さない許容、男すぎ。いやーまあ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 、頑張れ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 。男の許容がね、いいのか悪いのか、まあ、ホグフリか、フリーズでも分かったらでかいですね。溶かせ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 、ホグフリね、墓石置いてちょっとダメージ負けてんね。おーインドも持ってんのか、ちょっとでも怖いね。さあうちのインドラ強いよ。うん、バレル、いやーマジどこまでいっかな、マジでどこまでいけんだろうって毎日ヒヤヒヤしてるけど、今日はなんか余裕がある。あーめんどくせー、やばい待って、ガチやばい、やばいマジやばい、空振った。うわやばい、飛べ、やばいガチやばい。しかもホグフリでしょ、黙ります。一発熱い、ちょっかい出していきます。これ打っと、うん、縛ってる、熱っ。熱っ、あぶれ、本当に本当にやば、余裕っすねとか言っていやガチでやべえ、やばすぎるって。オッケーオッケーオッケー、はあ、本当に本気でやばいねこれ。なんかやらせじゃねえかってなるよね、相手だって芝フリーズしたもんね。あふう、いやガチで終わったと思った。いやーよかったです、行きました、今日無事に行きました。いやこれやばい、余裕っすね、キンクっすね、言ったらダメだ NG ワード。さあ危ねえ、ガチで怖かった。ということでね、いやちょっといやもう怖すぎていけないわ。いや今日もここで終わります。はい、また明日もね引き続きやっていくので、いやガチ6000いきたいね、あと250、もうすぐもうすぐ6000です、頑張りたいと思います。チャンネル登録もねお願いしますよ。お疲れちゃんでした。